今日の意気込みを一言。頑張ります。あ、素晴らしい。あ、お二人で今日の意気込みを一言。頑張ります。今日の意気込みを一言。頑張ります。今日の意気込みを一言。お二人で。あ、いいね。頑張ります。はい、頑張ってください。はい、どうぞ。頑張ります。はい。頑張るもん。おお、いいね、頑張ってきます。はい、お願いします。あ、頑張ります。はい。ま、肩の力を抜いていきましょう。はい、頑張ってやります。間違わないように頑張りましょう。最後の一人です。あ、ごめん。今日の、意気込みを一言。やるでー。お、最後にいいのが来た。こんにちは。今日は、本当にたくさんの方に集まっていただきありがとうございます。今回の受講生、初めて今回でギターを買った方もおられますので、ぜひね、このこう、講座に入ってここまで弾けるようになるんだというところをぜひ見ていただけたらなというふうに思います。それでは聴いてください。Thank you.
聴きしました。会場を盛り上げてくれましたフォークギター入門の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ルイ先生にお話をお聞きすると、受講生の皆さんはいつも和気あいあいと笑顔を絶やさず楽しく活動をされているとおっしゃっておりました。フォークギターの入門とは思えないほどのとても美しい音色でほっこりさせていただきましたね。クリスマスシーズンということもあって、フォークギターでのクリスマスの曲も聴いてみたいなと思いました。さて、クリスマスまでもうすぐあと1週間ですね。皆さんはどのように過ごされますでしょうか。私は子供が3人おりまして、子供たちとクリスマスケーキを作る予定をしています。サンタさんからのプレゼントを心待ちにしている子供さんもたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。これからとても楽しみですね。それではもうしばらく準備が整いますまでお待ちください。はい、皆さんこんにちは。 MC 講座受講生の村井健介と言います。基本からね、 MC の基本からしっかりと教えてくれた浅井恵美先生、ありがとうございます。また今日はこのようにね、実践の方を与えていただきまして本当にありがとうございます。しっかり頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。さあ、フォークギター入門編に続きましては、フォークギター演奏編の皆さんをお迎えいたします。基本をマスターした皆さんがさらに練習を重ね、さらにステップアップをされています。入門編と同じくルイ先生のご指導のもと、毎日楽しく学ばれています。ギターの高度な技術を講師から学び、演奏できる曲がどんどん増えていく。好きな曲を演奏することが皆さんの雰囲気にから伝わってきます。本日は2曲演奏してくださいます。1曲目は名残雪、そして2曲目は22歳のお別れです。それではよろしくお願いいたします。それでは演奏編の方を聞いていただきたいと思います。このコースでは人差し指で全ての弦を押さえるという非常に難しいコードを習っていただきました。皆様それを全てマスターされて、このステージに立っておられます。ぜひ、演奏編とは違う、左手の難しさ注目していただけたら嬉しいです。それでは演奏の方も聴いてください。
Yeah.
はい、どうもありがとうございました。本当に素晴らしい演奏でしたね。名残ゆき、そして22歳の別れ、私の大好きな曲の一つでありまして、本当に横で聞き惚れていました。フォークギター演奏編の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。フォークギター本当に素晴らしいですね。ギターの習得って結構難易度が高いって聞いてるんですけども。